ットミュージックビジュアルをご覧の皆さん、こんにちは。せーの、アリスナインです。アリスナインのギタードラと同じくギターヒロトです。はい、ですね、まあ、はい、今日このね、この番組に出てるのはいろいろ最近こうアリスナインの活動が精力的だということですよ。素晴らしいです。まあ、今日もね、実はこれ、うん、PV 撮影で来てる最中なんですけども、はい、ニューシングルが出ます。はい、8月6日にレインボーズ、えっ、ね、出るんでね、よかったらチェックしてください。はい、よろしくお願いします。というわけで、なんかね、うん、今日はここにこうちょっと完璧的なものがあるんですけども、お題があります。はい、何でしょう。最近一番面白かったテレビ番組。バンド関係ねえ、ねえ、まあ、もう全く関係ないですけど、うん、いろんなテレビ番組最近ありますよね。あの、お笑い多いですよ、ね、お笑い多いですね、やっぱ。うん、お笑い番組多い。でもなんか見ちゃうんですよね、お笑い番組も。見ちゃいますね。最近こう有名なのがこう、アラビキ団とかすごい見ちゃいますね。何それ。アラビキ団。アラビキ団、この間あの見たじゃん、なんだっけ、稲川淳二のモノマネやるやつ、BB ゴロ、そうそうそう、とか出てた。あれ面白いね。あれ面白いですよね。あともうレッドカーペットとか見ますけど、あのテンポ感がね。そうですね。怒り親父でも楽しいです。いいのかな。いや、怒り親父は怒り親父も相当面白いね。あれがこう、まあね、本当なのかどうなのかわからないですけど、ああいう人がいたら逆にこう面白いね。ぜひあの番組にこう出てみたいかも。どっちが出てたい。あ、でも俺は、なんだろう、親父側出たい。親父側出たい。だってその変な、ちょっと変な人っぽい感じですよね。俺あの真ん中でそれ見てたね。まあいいね。それはあの及川な。はい。及川なおポジションという。ポジション。ですか。まあ、というわけで、まあ基本的にお笑い番組よく見てるっていう。アリスナインみんな好きなんだね。アリスナインみんな好きかな。沢くんも見てる。沢くん見てるよ。すごい見てるじゃん、実は。確かに。なんかツアーとかもあるとなんかいろいろこうテレビとか見ながらこうネタ仕込んでるんじゃないかと思ってね。ね、MC とかでちょいちょいね。そうですね。確かに。お笑い好きな、アリスナインを今後ともよろしくお願いします。はい、ということで、せーの、アリスナインでした。